はい、こんにちは。文法演習問題9回目です。今回は上智大学の問題で、少しレベルが高くなりました。はい、ぜひチャレンジをねしてみてください。じゃあどうぞ。はい、じゃあ解説しますね。まずは文構造いきましょう。これ S ね。 One of the most difficult things で、直後 that が聞けますが、これはおさらいですね。前に things とあって、この that は、かかる形容詞節を作ります。まあ、いわゆる which と同じね。まあ、which よりも that をパッて使う方が多いから、まあ、そこちゃんと判断しましょう。で、こいつ which と同じということは、なんかね S で has to deal with、これが V、 じゃあ目的語どこ行ったんですかってなったら、これが前に移動しますと。まあ、要は things のことです。著者が扱わなければならないものというふうに考えましょう。これで構造が揃っているので、塊は以上ね。はい、でここまでが全体の大きな主語で、じゃあ続き is が V で、 to からがそれを説明する保護ですね。で、今回勝負はこの to の塊の中、まあ、結論ねここまでなるんですが、この塊の中の構造がちゃんと分かってるかというポイントなんですね。じゃあ行きましょう。 decide は普通に他動詞で使うことが多いですね。じゃあこの空所から必要な文構造は、明らかに目的語になるものが来るんじゃないか。で、じゃあ今回この品詞と文型の力、いつも押してるんですが、これだけでじゃあ解ける問題かって言ったらそうじゃないんですよ。けど、どの英文にも品詞と文型というものは絡んでくるので、必ず毎回やってね。で、もしこれを目的語だと考えた場合は、2番しか当てはまりません。1と3と4は前置詞から始まってるから、普通は M っていう修飾語ですよね。ですが今回は O だから、じゃあ2番じゃねえのって思った人、まあルールとしては合ってます。ただし明らかここの語順とかおかしいんですね。 was it、 これ疑問文ハテナがついてはないから、普通これ it was の順番などじゃないとおかしいので、で、まあ残りもう全部ありませんから先に切りますね。これ明らか形も訳も全然通らないと。で、勝負としてはこの1,3,4 のどれか、前置詞から始まってるんだけど目的語で使ってるんですよ。で、それをちゃんと考えられるかっていうところはすごく大事なんですね。はい、じゃあまずは簡単な例文でそこね、詳しく説明していこうと思いますね。ちょっとこれ見てください。 This is the house which I live in。 この英文は合っていますか？これもちろん合ってますよね。で、どう合ってるかこれ確認しましょう。この which の部分から、ここからここまでが一つの塊で前にかかると関係しますね。そして中、 I が S で live in、 これまとめて V にしましょうか。もう live in で一個の動詞、直後に目的語はいると考えましょう。で、私が住んでいる、じゃあその目的語はこいつだ、関係する代名詞ですね、っていうふうに、まずこの which を使えば後ろの名詞が移動したことになりますね。で、これ問題ないんですが、実は実際の英文ではこのように、関係代名詞を使うだけじゃなくて、実はもう一個の表現がよく使われますよね。これさ、もともと in と直後にあるはずの the house っていうのがセットですよね。 in the house ですが、今回はこの一つ WH が前に移動してしまったということで、これ二つ構造バーンって離れちゃいましたよね。もともとセットなものが二つに離れてしまった。これでも全然わかるんですけど、くっつけたいとなった場合はこうします。 This is the house in which I live、 こうですね。これだったら一つの構造になりますね。どういうことか、ここからここまでが一つの塊で前にかかります。そして中の構造としては、S で Live はもともと自動詞ですよね。だから直後に M が来ますが、その M の部分がほら前置詞プラス名詞として前に移動しました。だからこのね Which の場合は名詞だけが移動して、この In Which にした場合は
副詞が移動したってことでどっちも構造としては的確ですよね。だからどちらで表現しても構わないですよ。はい、まあ個人的には下の方が好きですけどね。はい、あの上だったらこれは家なんだよっつって、なんか家をさ、なんか物扱いして、この家ね最近中国で買ったんだよみたいな、なんかそういう説明が来そうな感じがするんですよ。けど下の場合はこれ家で、 in which、 この中でねっつってるから、なんか場所として説明が続きそうな、ここのね広いところで俺暮らしてんだよみたいな、はい、まあそういう感じがするんですが、まあどちらでも構いませんし、訳も全然変わりませんということです。じゃあ今ね何が言いたかったかというと、このように 5W1H は名詞とかね副詞がバーンって移動するだけじゃなくてね、一個だけ移動するだけじゃなくて、もともとセットになってる語句がね、その一部のね部分に 5W1H が関わったら前にまとめて移動することがあります。前にまとめて移動することによって、この 5W1H よりも前に何か名詞とか前置詞とか来ることはよくあるから、それをちょっと知っといてほしいですね。はい、じゃあとりあえずここまで、in which みたいに前置詞が前に来ることもあると。ですがこれは中から前に出てきただけですから問題ありません。じゃあこれ当てはめてみましょうか。ちょっとね今回いろんな要点説明したいから答えからいきますね。これです、 in what、 これ答えね、 in what です。はい、これねかなり総合的な力いるんですが、まずこの in what はこうね、今回 in what order っていう風に直後に前置詞プラス名詞がこいつなんですよ。 what はこのように what プラス名詞、どんな何々って使うことができるんですね。まあいわゆる形容詞みたいに働いてます。でこのようにあの what ね、本当は in なんとか order ってここにね、まあ形容詞というか本当は限定詞って言うんですけどあったんですが、これが後ろからここね、この後ろから移動してきたんです。はい、 to place stories in 何々 orders で、この in order っていうのでこれで順番を表すんですよね。どんな順番で物語を置くべきかを決めるんです。だから始まり方は前置詞からに見えるけども、実はこれは中にあった構造というのが、はい、5W1H が一部に絡んだので前に移動してきたっていうことなんですね。これしっかり分かっておかないと構造うまく取れませんという感じです。でまあ最後このね in order とかもそうなんですけど、そもそも what to do とかみたいに what とかは how もそうですけど to 不定詞を始めてもいいです。塊を作る説だって説明はしたんですけど、実はこれ to do から始めて何を何とかとかね、how to do やったら、どのようにみたいにね、まあいろんな訳し方があるから、まあ多分これは大丈夫かなと、よく見たことあるでしょうということでした。はい、今回訳言っていきましょう。著者が扱わなければならない最も難しい問題のうちの一つは、どの順番で物語を置くべきかを決めることだということでした。はい、じゃあ、 まとめておくと 5W1H ね、このように後ろからまとめて前に移動したりもしますから、もしねしっかり考えたい場合は必ずどの位置から移動してきたかということを戻してみて考えてみてください。はい、以上です。